失点にも絡んだけど、トーヤの成長ぶりはすごいですよ。今シーズン最も加速度でかい成長スピードじゃないですかね。そうですね、実際 J1 初ゴールも挙げましたね。まあ確かにこの通り失点にも絡んでしまったけど、あの失点はね仕方ないなっていう部分はあると思いますね。クリアミス、浦和レッズ戦でもね田中俊太が同じオンゴールをしたんですけど、まあああいう感じですね。ディフェンスとしては相当クリアが難しいものでしたね。いやーそれでもね、得点失点以外のプレーっていうのもかなり中村拓也選手のね成長はすごいものがありますね。もう守備じゃなくてね攻撃にも絡んでいける強さがあったかなと思います。ルーカス・フェルナンデスというサボりという概念のない珍しすぎるブラジル人サッカー選手、はい、やっぱりねここも注目ポイントですね。ルーカス選手タガントス戦はねフル出場することができました。もう完全復帰と言っていいでしょうね。シーズン序盤は怪我でね何試合も出なかった試合が続いたんですけど、まあ、ルーカス選手はね本当に最後の最後まで運動量落ちないし、自分でボール持って切り込むこともできるし、パスもねできるし、でも本当に、まあ、ブラジル人選手ね攻撃ばっかりして守備はしないとかそういう人もね結構多いがちなんですけど、まあ、そのイメージをね全く覆してくれる素晴らしい選手ですね。まあ、ルーカス選手が思ったらね攻撃行くぞっていうね感じは昨日の試合もしましたね。そのスイッチが入る選手ですね。で速報重傷が心配されたバシャ選手、自力で歩いてベンチへ。そうですね、なんといっても昨日の試合といえば、まあ、前半の20分ぐらいだったかな、岡島選手が倒れてね一度まあ自力で立とうとしたんですけど、立ってからまたすぐやっぱり無理だということで倒れて、そこからやむなくね選手交代という形になりました。まあ岡島選手といえばねかなり、まあ、怪我がねつきものみたいな選手なので、まあ、皆さんもね岡島選手が倒れた時はうわまた何試合も離脱なのかどうなのかっていうね心配なさったと思うんですけど、まあ、今回もね実際どういう怪我かっていうのは明かされてはいないですが、なんとかこれだと自力で立ち上がってベンチに戻ることができているということですので、まあ、またね選手生命を脅かすような大きな怪我とかではないってことですね。 J リーグ自体もね来週はルヴァンカップのグループステージ最終戦のジュビロ磐田戦がありますけど、まあ、リーグ戦はその次の週なので2週間空くことになるので、まあ、リカバリして小川選手出発してほしいですね。まあ、とりあえずね大きな怪我がないようで非常に嬉しいです。今日はいつもの連動がなかったし、最後のところでうまく守られてしまった感じだけど、 ACL 目指すならこういう試合を勝てるチームにならないとね。とりあえず現地サポの皆さん雨の中お疲れ様でした。次ホームで勝ちましょう。そうですね、トスさんの守備硬かったですね。てかこっちの攻撃のミスが多かったって言った方がいいのかちょっとどっちかわからないですね。そうなんよな、最後のところでうまく守られるんだよね。だから浅野とかまで渡るんだけどシュートが打てないというか、まあ、金子も切り込むけどなぜか最後ね雨でボール伸びちゃったんかなというか、そういうシーンが多かったかなというイメージですね。まあ、ただねそれを言い訳にするわけにはいかないんですね。まあ、現状コンサドーレね上位争いをしていく順位にありますので、こういう試合をね勝てないといけません。実はね私も突然現地観戦行きました。現地観戦動画も上げてますので、はい、概要欄からねぜひチェックしていってほしいです。お願いいたします。大島に代わり入ったチェックは試合前にムラがある、こういう時に青木や小谷がいれば安心なのだが、そうですね、大島選手怪我した後はスパチョーク選手が入って、まあ結局フル出場しましたね。まあ個人的にはスパチョーク選手頑張ってくれたなっていう感じでしたが、まあさっきね喋った通り攻撃の選手なので攻撃に絡んでいてはいたんですけど、まあ、最後の最後でねチャンスクリエイトできないみたいな部分が多かったですね。まあスパチョーク選手はねパス出すのが非常にうまいなというイメージです。まあ、だけどねなんか意識がそればっかりにてるというか、後半の最後の方にもあったけど、いやそこをクロスかいみたいな、そう打っていいやろみたいな部分がねあったのがちょっと悔しかったですね。まあでもねこれまでもそうですけど、途中出場ながらもあの短い出場時間ながらもやっぱ結果残してくれた選手なので、まあ今回ね長く出場しましたけど、どういう使い方をすればいいのかっていうのはちょっと悩みどころかなと思います。まあ一方でね青木選手、コバニーとか青木は、まあ、コバニーのプレーはね正直ちょっと今シーズンあんま見れてないからねどうなんやろうっていう感じはするんですけど、まあ、ずっと安定はしてるイメージなのでこの2人、まあ、早くね怪我明け戻ってきてほしいんですね。本当にねいつ戻ってくるんだろうなと思ってね、2人とも一瞬だけ戻ってきたけどまた離脱してるっていう状況ですよね。どうなるやろな、もうねそろそろ戻ってきてほしいですね。夏も本格的に始まるし、もう今回のねサガン突戦で17試合終わったんでね、シーズンも半分終わったことになりますからね。見返した感じ失点シーンは拓郎のセルフジャッジによるところが大きい、小バニーに一発カツを入れてもらう必要がある、
あとチェックはいいものを持っているのだからシュートの意識をもっと持ってほしい。そうですね、さっき言った通りですね、スパチョク選手もっともっとシュート打っていってほしいですね。まあ湘南戦でね、あの決めたビューティフルゴール、ああいうのをね決めれるシュート力も持っていると思うので、そこはもっと期待したいですね。まあ一方で金子選手については昨日完全に、まあ、調子良くなかったかなと正直思いますね。やっぱね、タクロールのラインが活性化しないとやっぱコンサドーレの勝敗にかなり大きく関わってくるなっていうのはここ数試合を見てて思いますね。コバニーに一発カツを入れてもらう必要があるって、コバニーってそういうなんかキャラ立ちなみたいなとこありますけど、まあね、そういうメンタル面というか、そういうチームの底上げ面でもやっぱコバニーいてくれたら嬉しいですよね。試合はいつも見に来てくれてるらしいんですが、まあ試合に出てるね選手としてそういうのをやったらまた変わってくるんじゃないでしょうか。複数点取ってくれないと満足できない体と感情になっている、どうしてくれるんだ。いやその通り、ほんまにその通りですね。まあ、前節柏に5点取ってるし、まあ、今回に関しては1点しか取れなかったけど、まあ、引き分けという結果だけを見ると勝ち点1取れたのはポジティブなんですけど、もうここ最近の試合があるからもう3点以上取ってないイコール負けみたいな、まあ、失点数も2失点3失点以上ずっとしてましたから、なんかね気持ち的に3点以上取れてないと、あ負けたなっていう感じがしちゃいますよね。まあ、これコンサドーレサポーター全員この病気にね陥ってると思いますけどね。しかし折り返し地点で試合の平均の勝ち点が 1.53 は十分いけてるんじゃね。そうですね、先ほどの通りもう早いものながらね J リーグの半分が終わりました。まあ、最後にねちょっと順位確認していくんですけど、まあ、順位半分以上で追われてる、まあ、平均勝ち点がねこれの通り 1.53 ってことは、まあ、全部バラしてもね引き分け以上の結果で追われてるということですからね、まあ、例年よりは非常に調子いいんじゃないかなと思います。さすがにマリノス4点取ったから抜かれたかと思ったらまだ首位ではロッパ。これね、あの得点数ランキングの話です。コンサドーレ札幌は得点数38で、マリノスは今節4点取って勝ったのかな、ですが37なのでまだコンサドーレが得点数1を死守しているという状況です。その下の神戸になるとまた4点差がつくからね、得点数これはなんかね感覚バグりますよね。マリノス神戸はね得点数じゃなくて本当の順位も1位2位なんでね、そこで今7位のコンサドーレがね得点ランキングは1位という、まあ、これもう逆にずっと死守していってほしいですね。ということでサガン鳥栖戦の振り返りでした。まあ、先ほどもね言ったんですけど現地観戦にも行ってきたので、ぜひ概要欄から動画見てってください。そして最後にね順位確認をするんですけど、その前にですね、最近のねコンサドーレのニュースっていうのがね3つありますので、その3つをね発表していこうと思います。次進め、アワレガシー、アワフューチャー。この3つのうちのね、まず1つ目がね、宮の沢でのね選手のファンサービス解禁という話ですね。コンサドーレの公式がこういうツイートをしました。ファンサービス再開について、トレーニング後のサインや選手との写真撮影などファンサービスを6月14日より再開いたします。お越しの際は注意事項をご確認いただき、ルールを遵守くださいますようご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。まあね、これ知らない方のためにねどういうことをしているかと言いますと、コンサドーレはね宮の沢の白い恋人サッカー場ということで、基本的に午前中トレーニングをしていますね。週5日ぐらいしてるのかな。それは見学可能なんですけど、あちなみにその宮の沢の見学方法とか見学場所とか行き方とかの動画も私出しますので、分かんない人はね行ったことない人とか見てってほしいんですけど、そこでねファンサービスっていうのがコロナ前はできたんですね。これはどういうことかと言いますと、練習がね終わった選手にまあサインをもらったり一緒に写真を撮ったりっていうことがコロナ前はできました。でコロナ期間で一旦そういうのは中止と言いますか、まあ、練習見学も一時中断してた時期はあったんですけど、まあ、その後すぐ再開したので今この現状を練習見学は OK、まあ、だから3段階に分けて言いますと、コロナ前っていうのは練習見学もファンサービスも OK で、現状っていうのは練習見学は OK ファンサービスはダメだったんですけど、このねお知らせによってまたコロナ前のファンサービスも OK 練習見学も OK というものに戻ったという形ですね。まあ、サポート的にはね非常に嬉しいことですね。普通にね場所に行けば選手にサインとかもらえて写真も撮ってもらえてなんてね、なかなかこういうのやってるチームって少ないですね。他のチームによっては、まあ、練習見学をするだけでねお金を取るとか、ファンクラブに入っている人しか練習見学はいけないとか、そういうのもやってるチームが多数の中で、コンサドーレは本当にここは寛大だなと思います。ですのでね皆さんぜひね宮の沢行ってみてください。なかなかプロの選手とはねここまで近づけることはないと思いますよ。まあその中でですね、どこまでできるのとか、その注意事項とかもちゃんと守らなきゃいけないんですけど、当たり前にね、まあちょっと重要なものを3つだけ紹介しますね。こちら公式サイトからですね、
ファーサービスは鶏肉終了後指定エリアでの実施となります。天候不良及びもう初期温状況、選手のコンディション及び練習内容、取材対応等によって対応を控える場合もございます。まあですので一定100発100中できるわけではないということですね。まあそこは臨機応変に開催しますということがねありますので、まあ行ってねできなかったじゃねえかってねちょっと怒らないようにしましょうね。そして2つ目が、選手がサインした商品がオークションなどで出品商業利用された状況を発見した場合はファンサービスを中止させていただく場合がございます。これただでねサインもらえますから、それをねなんか転売とかねしたりしたらダメだということですね。まあ、転売目的でね行く人なんてねまあいるのかな。だとしたらちょっとね人としての尊厳をなんかね疑いますけれども、まあ私のねこの動画を見てくれてる人はね皆さんにいい人だと思ってますので、こういうのはねしないようにしましょう。最後3つ目は、クラブ内に戻って選手を呼び出すなどの行為、選手帰宅時に見学エリア付近を通過する際に呼び止めてファンサービスを要求する行為はご遠慮ください。まあ指定エリアだけでファンサービスはもらいましょうということですね。まあ選手もねもちろんながら車で練習来たりするので、まあそこで待ち伏せしたりとかそういうのはやめましょうということですね。まあこれもね人間としてというか当たり前にこういうのはねやめた方がいいっていうのは皆さんわかるとは思います。でまあそれ以外にもね公式サイトにこういうのをやめましょうとか、こういう場合がありますっていう条件とかはいろいろ書いてあったので気になった方は見てみてください。今日ね動画で紹介するコンサドーレニュースとかの参考文献っていうのも概要欄に載せてるので、ぜひね見ておいてください。お願いします。ということで一つ目はファンサービス解禁についてでした。はい、次二つ目がですね、天皇杯についてです。北海道コンサドーレ札幌は6月7日に天皇杯の2回戦、まあ1回戦はシードなので2回戦からスタートなんですけど、SC 相模原というチームと J3 かな ?J3 の SC 相模原というチームと戦いました。結果は3対0で北海道コンサドーレ札幌の勝利でした。得点者はキム・ゴンヒ選手、深井選手、中島大河選手で3対0で勝利。まあ、試合内容もね、前半はちょっと押されてましたけど、まあ後半徐々に戻りつつって感じで悪くなかったかなと思いますね。まあということで無事に2回戦突破したわけですけれども、じゃあ3回戦どこと当たるのか、いつ当たるのか、どこで当たるのかっていうのは気になるところですね。そちらね確認していきましょう。まずはトーナメント表こちらになります。北海道コンサドーレ札幌は次はこれの下から2つ目、ヴェルスパ大分と戦うことになるらしいです。ヴェルスパ大分は1回戦 FC パレイン下関に勝って、次に J2 大分トリニータになんと1対0で勝利してますね。ですので3回戦北海道コンサドーレ札幌と当たります。場所と日付なんですけどこんな感じですね。7月12日の水曜日平日19時から、場所はレゾナックドーム大分、レゾドと略すらしいですけどね、どこでしょうかね全くわからないですけど大分にあるということだけはわかります。まあ、相手のホームなのかな、ですのでね大分に行って試合をすることになるらしいです。レゾドね、もうなかなか行くことないんじゃないでしょうかね。まあ、かつ平日なのでね、どれだけコンサドーレの方のサポーターが集まるのかはね非常に気になるところですね。ちなみにその3日後にはね聖地厚別でね J1 リーグの、ね、試合がありますね。アルビレックス新潟戦、まあ、ターンオーバーするとは思うんですけど、両方出る選手ももちろんいると思うので非常に大変な日程になりますね。でベルスパ大分についてちょっとだけ調べてみたんですけど、ベルスパ大分は JFL のチームらしいですね。 JFL っていうのは J1 今コンサがいる J1 で J2、J3 のその1個下 J3 の下のチームに今所属していて、こちら画像ですけれど JFL では8位のチームらしいので、まあこれでね大分が札幌に勝てばだいぶジャイキリですね。まあまず2回戦で大分トリニータに勝ってるのも、ね、あほ地味に大分ダービーだったんだ。大分トリニータにね勝ってるのもだいぶねジャイアントキリングでしたね。一方で札幌側としては絶対に負けるわけにはいかない一戦になっておりますね。むしろねもう複数得点で勝たなきゃ絶対にいけない試合だと思います。ですのでねちょうど1ヶ月後ぐらいですね、ベルスパ大分に勝利して、これに勝てばベスト16かな、ベスト16への駒を進めましょう。で一方でなんですけど、次ベスト16で当たる、つまりコンサドーレがベルスパ大分に勝ったら当たるチームっていうのは、赤く丸が囲まれているのが上がってきているチームですので、柏レイソルまたは徳島ポルティスになりますね。まあここは予想通りかなと思います。まあ柏と徳島に関してはちょっとどっち勝つか分かんないですね。次は徳島のホームで鳴門大塚で戦うらしいですが、まあここでね柏が勝てば今シーズンねもうもはや2度目のね柏との戦いになりますね。まあとりあえずねベルスパ大分には絶対に勝って、柏もしくはね徳島にも勝ってねベスト8に進出を目指しましょう。ということで2つ目天皇杯についてでした。
はい、続いて3つ目なんですけど、3つ目がね最大のニュースですね。チャナティップ選手がね川崎からタイに移籍するかもしれないというニュースが入ってきました。やっぱねこれはコンサドーレにとっても衝撃ですよね。やっぱチャナティップ選手といえば、まあ、未だにねコンサドーレサポーターのね心の中にはあり続けてる選手だし、まあ、コンサドーレにね大きなものを与えてくれた選手ですよね。ちょっとその記事を読んでいこうと思います。ちょっとメガネかけさせてくださいね。目の前にライトがあるんですけどね、これメガネになんかライトが反射してますけどご容赦くださいね。川崎が一度放出拒否もチャナティップ母国復帰かクラブ間交渉進行。川崎フロンターレ所属のタイ代表を見てるとチャナティップが母国復帰間近に迫っている模様。タイ国内クラブと川崎によるクラブ間交渉が進んでいると現地で報じられている。昨年1月に札幌から川崎へ完全移籍。ただ昨季は度重なる負傷離脱もあり J1 リーグで15試合の先発出場を、今季もこれまでリーグ戦では2試合の出場、チーム内で厳しい立場に置かれる中天皇杯2回戦ではスタメン出場だった。タイ氏マティチョンは10日チャナディップの移籍先候補にタイ一部 BG パトゥームユナイテッドとポート FC を挙げている。その上でいずれかのクラブが川崎にチャナディップ獲得オファーを提示した。すでに川崎幹部と交渉していると伝えている。またポート FC の会長は先月末アビスパ福岡とのパートナーシップ提携締結後のインタビューでチャナディップ獲得に興味はある、自身もポート FC に興味があった、川崎に連絡したけど今シーズンいっぱいは彼を試合で使いたいという返事が届いたと語ったという。なおチャナティップは今月12日から20日までタイ代表の活動に参加する。川崎で出場機会を狙っている同選手がどのような判断を下すのか注目が集まる。ということでね、こちら非常に驚きましたね。なんかもう川崎フロンターレサポーターよりコンサドーレサポーターの方が驚いてるんじゃないかっていうね感じはしますけどね。まあどこまでが本当のことでどこまでがそうではないのかっていう判断は難しいんですけど、まあ仮にこれが本当だった場合は、まあ個人的には結構ショックですね。まあもう J リーグでチャナティップを見る機会が、完全になくなってしまうということを意味してしまうので、まあかつねこの感じだともう札幌はオファー出してないんだなということなので、まあチャナティップが札幌に戻ってくるっていう選択肢は完全にないんだなと、まあ現実をね受け止める必要があるということだと思うので、そうですね、まあ誰が悪いっていうわけではないですけど本当に、まあだけどチーム構想上とかそういうわけなのかな。まあチャナティップ選手が個人的にやっぱ試合に出たいという思いもあると思うので、まあこういう選択をねするのも自然かなというふうにも思います。もちろんねチャナティップ選手、まあ、スポチョークもそうだけど試合に出るべき選手だと思います。チャナティップ父も BG パトゥームユナイテッドからオファーが来たことを認める、フロンターレとの交渉はまとまるのでは的な見方で、こちらはねなんかタイの記事でありましたね。まあそれもね概要欄に載せておくんですけど、まあこれはね全部タイ語なので読めないとは思いますが、まあ、お父さんがどう喋ったか、例えばそのタイに戻って来いだったりそういうお話をしたのかどうかは分かりませんが、まあ水面下でねこういう話はもう着々と進んでいるということなんでしょうね。一度タイリーグのポート FC が獲得に興味をフロンターレ側に断られたチャナティップの移籍、代わりに BG パトゥムへの移籍がまとまる可能性があるそうです。チャナのカップ専用員扱いの現状にタイのサッカーファンもフラストレーションを感じているとか、まあそうですね、タイのサポーターがフラストレーションを感じているっていうのは断然あると思いますね。スパチョークの使われ方でさえねタイのサポーターの皆さん結構ねフラストレーションが溜まってるっていう話も聞きますからね。私のね動画にもねコメントをしてくれてるタイの方々がいるんですけど、まあそういうねコメントが来ることもたまにあります。まあ、ましてやねチャナティップ選手ですからね、まあタイのサッカー界ではね神様のように扱われているけど一方日本ではっていうねそういう現状にねやっぱりちょっとイライラしてしまいますよね、サポーター的にはね。だとしたらね日本じゃなくてタイに返してよっていうことになりますよね、気持ち的にはね。チャナティップの母国復帰本とかね、もし売るなら3億くらいは回収しないと大赤字よね、そんな大金をタイのチームが払えるのか、中途半端な額で売却するくらいなら置いておいてほしいな。そうですね、まずねコンサドーレから川崎にチャナティップを取った時も、まあ、よく言われているのがこれまでのね J リーグの中でも信じられないぐらいの移籍金だったっていうことはよく言われているので、まあ実際に何億ぐらいだったのかっていうのは分かんないんですけど、まあ、同じくねチャナが川崎からそのタイのチームに移籍する時っていうのも、まあ、相当なね額をタイのチームが出す必要があるっていうことになりますからね。まあ、場合によってはそれで川崎が赤字になることも考えられるので、そこら辺の交渉をしてるのかな今、まあ、チャナティップ本人の本音っていうのは分かんないけど、まあクラブ間ではもちろんそういう話はあるはずですね。まあただ最初に紹介した記事によると今年は川崎は残したいみたいな話はしてますね。まあですので仮に移籍することになるんだったら時期的には来年とかになるんかな。まあその頃にはね新加入選手とかも考えられてる頃だと思うんで、まあ例えばの例えばですけど、まあ田中碧選手
手とかが今ちょっと川崎に戻ってくるんじゃないかみたいな話もちょっとだけありますよね。それ絡みでチャナティップ選手の去就をどうするみたいなところ、また新たに考慮されるという可能性があります。このまま試合終了まで出場すれば今季の出場時間は178分になり、チャナティップの今季出場時間139分を上回ることになる。まあ、これねスパチョーク選手の話でして、まあ、かつスパチョーク選手は試合終了まで出場したので、このサガン鳥栖戦をもって、今季のスパチョーク選手の出場時間は、チャナティップ選手の今季の出場時間を上回ったということになりますね。まあ、正直ねだからどうしたという話ではあるんですけど、まあ、数字としてねこういうのを見ていってもやっぱりチャナティップ選手の現状は、まあ、本人もタイのサポーターの方々も、まあ、不安視していると言いますか、まあ、少なくともねポジティブに捉えるのは難しいんじゃないかなと思います。まあ、ということでねこちらの続報は気になりますね。ちょっと随時注目していけたらなと思います。なんやかんやね川崎フロンターレ戦対北海道コンサドーレ札幌戦でねスパチョーク VS チャナティップっていうのはねなんやかんや実現してないので、まあ、8月にね轟きで、こっちとしてはアウェーの川崎対札幌がありますけど、そこではね見てみたいですけどね。まあ、現状チャナティップ選手ベンチ外試合が続いてるので、まあ、怪我とかしてないにもかかわらずね、まあ、どうなるかって感じですね。はい、ということで3つ目チャナティップ選手の移籍情報についてでした。次進め、アワレガシー、アワフューチャー。はい、最後ですね順位を確認していきます。こちらです。まずは上位10チームからで、前節と変わったところとしてはヴィッセル神戸が3位に落ちましたね。今節セレッソ大阪に1対2で敗れてました。で名古屋 F マリノスはそれぞれ勝ち点3を積んで 1-2 になってという形ですね。名古屋強いね。まあマリノスはずっと強いけど名古屋は本当に強いね。今季はねマテウス選手とユンカー選手が活躍してますね。でコンサドーレは8位ですね。順位は変わらずかと思いきや鹿島アントラーズに1個だけ抜かされてんな。でコンサの1個下の川崎フロンターレは今節は勝ったんだけどこれまでの貯金で勝ち点としては2差つけられて札幌の方が上と。でまあ次節ですけど札幌が当たるのはセレッソ大阪ですね。勝ち点3差、しかもね得失点差で札幌が上回ってるのでセレッソより次セレッソとの直接対決でもし勝利することができればここの順位が入れ替わるという形になります。これは熱いな。絶対勝ちたいところですね。ホームだしね。私もねセレッソ戦見に行こうと思っているので、絶対にねみんなの力で勝ちましょう。はい、じゃあ11位から18位までの順位ですけれどもこちらになりますね。今回ね柏レイソルが最下位になりましたね。横浜 FC が浦和レッズに引き分けたんだっけ。だから勝ち点1個積んで16位に上がってると。一方で湘南柏は今節も負けてしまいましたね。なかなか勝ち点を積めず、で湘南柏は勝ち点自体は一緒なんだけど得失点差でだいぶ柏が下だな。-12、湘南は-5だからなかなか厳しいですねこちらもね。前々節ぐらいまで下位に沈んでたガンバ大阪は気づいたら着々と勝利を増やして15位に上がってますね。もう14位の京都サンガと並んでんじゃん。あ、しかももう一個上の13位のアルビレックス新潟とも勝ち点差1差になりましたね。ガンバ大阪はここからねガンバの反撃が始まるんでしょうか。はい、というわけでねこのチャンネルで北海道コンサドーレ札幌についての情報を発信しております。よろしければチャンネル登録お願いします。概要欄からね今日紹介した他の動画っていうのもぜひね見ていってほしいです。よろしくお願いします。それでは。